まずこのポカポカ系は3個作れたんですけど、この1個だけで耐えれるのかなって。これは2個ついたんだけどさ、下げるやつが。レベル2か。レベル1で耐えれなかったらもう終わった。8分で終わらせないといけない。まあ、ワンチャンできなくもないか。どうなんだろう。この、ね、2階層目を何分で上がってこれたかがちょっとわからない。10分くらいでいけたかな、もしかして。で、マックス料理がもう3つもできてるんだよね。だから無理やり妖精を組み込まなくても料理自体は困ってないなっていうのもあって、まあ、絶対これはね、食べなきゃいけないからね。ちょうどいいからこれ食べようかな、後で。なので、ちょっと妖精はまだ様子見で、保険を3回かけれるということで、このままにしておきたいと思います。で、ちょっと行ったらすぐ食べてみよう。耐えれなかったら困るけど、どうしようね。うわ、すっごい、もう雪山じゃん。雪山じゃん。ちなみに私、ね、覚えてる方いるかわかんないですけど、初めて雪山入った時、このね、ダメージ食らう状態で山頂まで行きましたからね。もう、ここまで来たなら引き返すのももったいねえ、みたいな感じで。ダメージ食らいながら行きました。服もなかったし、多分食べ物もなかったんで。行けますように。ちょうど5だし。耐えれないか。あ、耐えれる。よしよしよし。ギリギリだった。大丈夫。で、12分30秒もあるんだ、これ。だったら大丈夫かな。で、爆弾で倒します。OK。はい。で、これも爆弾。はい。で、奥の方に、あ、ボコボリいるね。奥の方に。はい。なんかこれらのチュチュとかさ、あとさっきなんかキースいたけど、ビリビリの。アイテム欲しいんだよな。白いチュチュの塊のやつと羽。キースの羽。意外とね、いるんですよ、あのあれが。合成に。合成っていうか、何？強化か。強いのもいるなぁ。どう戦うか。別にこの人たちはね、アイス属性とかないから。やばいやばいやばい。ね、炎、なんかあるか、あれ。炎系のね、やつを持ってても、大して意味がない。これで近づく？あ、そういえばメテオロット持ってんだった。あ、時間ないのにな。こんなことしてる場合じゃないかな、もしかして。まあいいか。まあ、あと8分のと3分のがあったはずなんで、いいでしょう。ハート食らってないのにね。回復できる料理食べるのがすごいなんか嫌なんだけど。もったいないババアとしては、ちょっとね、食べたくねえなって思っちゃうんですけど。あ、宝箱か。何人が角張ってんだと思って。ね、コログは、さすがにね、この中にはいないでしょうから。宝箱ね、なるほど。よし、開けた。爆弾やか、なるほどね。いろいろ揃ってきましたね、矢も。氷はなくなっちゃったけど。そうだね、使いどころが。料理できそうなの囲んでるのに、火はついていない。どうしよう。どうしようどうしよう。時間もないからね、さっさと、やるか。バレた。顔に当たったろ、今の。オッケー。3回当てれば、いいのか。一人だけ来てくれたしな。バレた。バレたけど、盾構えてやがる。賢い。賢いやつ来ちゃったよ。これじゃなくて。まあ、でも燃やしてもいいか。別に氷属性じゃなくても。燃えろ。燃えろ燃えろ。ああ、もう盾うっとうし。盾うっとうし。でも壊れちゃ嫌だからな。錆びたやつでも使ってやるか、おい。
おし、いいのか悪いのか分からんが、もう雑魚武器でお前は戦ってやる。光栄に思え。逆に攻撃力弱いからさ、めちゃくちゃ攻撃当てられて絶対痛えってなっちゃうね。それならいっそ早く殺してくれってもしかしたら思ってるかもしれん。ごめんな、ゴミ武器使ってやるよ。よし、オッケー。ふぅ、まあいい、いい出だしであろう。はい、さあ次は、だから言っちゃえばここも氷の岩ロックだよね。絶対なんて名前か忘れちゃったけど、アイスロックとかそういう名前だったっけ。なるほど、でかいのいるねやっぱり。あー、火で一撃の敵がいいのに。そうもうまく、あでも下にはいるなそいつ。ここチュチュにやるとあいつも来ちゃうよね、バレて。はい、バレてないか、オッケー。チュチュだけこっち来い。はい、いいね、理想的な形取れました。あ、風か、なるほど、そういうパターンもあんのか。気づかれませんように。でも意外と気づかれちゃうんだよなこいつ、すぐ。あ、いけた、まあ別に。あ、一発じゃないタイプだ、チークショー。お前擬態しやがった、こんにゃろう、許さんねえ。えへへ、なんだ、そうか、そういうタイプもいたんだっけ。もうなんかほぼほぼ忘れちまったな。あ、メテオロットも使えるんだった、そういえば。うわ、危ない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 よ、危ない危ない。でもちょうどよかった、ここでゴロゴロしてくれるのを狙ってたから。あんなにうまくゴロゴロしてくれると思わなかったけど。いやー、古代兵装、いや、おお、やっぱ使っていいんかな、もう出し惜しむ必要ない。いや、でかい氷まだあったわ。どうしよう、あんまりね待ってる時間ないんだよね。あっちに爆弾を投げたら違った、興味をどうのこうのする前に私が起爆しちまいました。失敗した。ふふ、やばい、時間がない、時間がないよ。あ、いいな、いい向きだ、いい向きだよ。あんで不意打ち弾したかったのに。お前は後ろ向くなよ、おぼバカ野郎、バレたー、吹くなー、こにゃろー、吹くなよ。降りてきた、いっぱい降りてきたよ。はい、よし、どっか行った？大丈夫だ。あ、目の前を通り過ぎていった。時間がないよ。焦るよ、時間がない。もっと上行ったか。風に乗って行った方が良かったかな。バレるなよ。不意打ちす。なんでバレるの？そんなに耳いいの？耳でかいね、確かに君。うわ、白だ、これはまずいよ。後ろ向くな、後ろ向くな、小声になっちゃう、実況すらもめちゃくちゃ小声になってしまう。もう超もう牛歩よ、牛歩、超絶少なく歩いて
バレないバレないバレないバレるなバレるなバレるな、ここぞ決めろここぞ、よし来た、すね打ち、はい、うわ危ない、足が危ないよ君、足危ない、あ危ない怖い、はい、そこのやつと一緒に燃えろ、ヒュー、怖い怖い、まだやれてないよね、はいはいはい、よし、あどうなったんだどうなったんだ、あともうちょっとでまだ生きてるよねきっと、あと2分半、武器いらない武器はそうだな、やっぱここら辺か、こっちか、いやこっちか、お世話になりました古びた盾さん、探してやがるか、あまだ結構あるな、結構ある、あーもう警戒してやがる、こんにゃろこんにゃろうだ、回収しとくか、いろいろ下落ちた、そうそうそう、その位置に戻ればいいんですよ、お分かりいただけましたか、ありがとうございます、後ろは向かなくて結構ですからね、じゃゆっくり、さっきのようにゆっくり行こう、めちゃくちゃゆっくり行く、めちゃくちゃゆっくり行けるか、よし OK、 はい、もうあとは殴るだけ、簡単ですね、殴るだけの簡単なお仕事いただきました、ほい、もうちょっとこれいろいろ回収したら時間的に終わっちゃうなあと 1分半だもん、やっちゃった、やばい、もう時間がねえよ、こん中に何もなかったらマジで恨むぞ、なさそうでもなさそう雰囲気、ダメだ飲まないと、まあ結構早いねやっぱ12分もあったら余裕かと思ってたけど、氷を溶かすのがな結構、ああハート減ってないのに、ハート減ってないのにさ、食うなんてもったいねえよ畜生が風はいらねえよ、何やってんだよ、どこだっけちなみに、どっから飛ぶんだ次のところに、やばい見失った、あそこだ、はい、もうさっさと次のところ行こう、もうなんか困ってないから正直あんまり氷も構わない方がいいね、溶かせるんだったらまあ溶かした方がいいかもしれないけど、ちょっとそれ待ってるとキリがないというか、うわ無理ブリン結構いる、無理ブリンが結構見えた、結構っつっても1匹しか見てないけど1匹しか見てはいねえけど、なんでバレたの、うっそ、そうでしょ、あいつもいいんじゃん、聞いてないよ正直、よし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 、やれたやれたやれた、あいつやれたてか敵入りのね攻撃でも死にそうな感じだったよね、火の炎で、あーしゃダメか、隠れてるぞそれ、白いなんか白銀っていうか何白色のやつもいない、そうでもないか、いやめちゃくちゃ強いモコブリいるじゃん、もうあ燃えちゃった、クソ燃えてもうたわ、どうしてくれんの、燃えちゃったじゃん木箱がモリブリは優雅に散歩してやがる、あれ拾いたいね、凍らせて倒すっていう結構いいんじゃんその方が、なかなかね意外と体力も減らないもんですからね、あーメテオロット壊れちゃうか、壊したくないんだよな、
フリーズロットを取ってこっちで戦っていくか。はい、よし、でこれで、はい、オッケー、でこっちにして、はい、凍らせる、もう雑魚武器でやる、はい、これで凍らせる、強い武器にした方がいいか、この絵の、この絵の、はい、この絵の武器を食らえ、よっしゃラッキーン、こっちの方が強いな、もはやこっちの方が強い、あれ凍らせんの強やった、いい武器手に入ったな、まあ酷使しすぎると壊れちゃうからあれだけど、あ、弓ポージも満杯になったんだ、そっか、なんかね、ああいう上になんかありそうだなとか思っちゃうけど、今は時間ないんで行った方がいいっすね、もう半分くらいになっちゃった、しまった、悠長にありすぎたな、本当に後悔してます本当に後悔してる、あ、でもこれ最後か、炎の矢は結構あるんだよね、氷の矢に比べて結構あったはず、12本、うん、余裕じゃない、余裕はある、うん、余裕ではないけど余裕はある、よしよしよし、一旦避けまして、4分でケリをつけてやるよお前、はい、これ大丈夫ね、あ、でこれこそ達人のとかにしといた方がいいかな、鉱石との相性とかあるかな、そうでもね、そうでもないな、そんなに食らってね、あー、こっちとかね、岩砕きとか、あ、結構いい、岩砕き結構いいな、あ、やばい、今避けようとしたんですけど、ちょっとせっかちは嫌われますよマジで、はい、来い、よしよしよし、危な、ちょっと引きつけすぎた、はいはいはい、貯めるとかある、あ、お、早っ、いつ早く飛び出して逃れようか考えてたら終わってたわ、すっげえ枠だけ、すげえすっげえな、曰くだけ、よしよし、埋まってるんとかあるか、あー、まだ3分あるから溶かすか、せっかくだし、うん、武器置いといてさ、こっちに置いといてさ、で向こうにも自分も行くみたいな、こう効率的だね、すごく、じゃないあ、向こうは割れたみたい、あんだよ、どっちも風じゃん、一応メテロロドドドメテオロット回収していくかはあ、まあでもね、これは時間に余裕があるからしたということなので、まあいいでしょう、どっかにもしかしたら埋まってるかもしれないけど、いいや、夢もね満杯になっちゃったし、武器も満杯だし、うん、まあ料理素材も、まあ料理もね結構あるので、私が使い惜しまなければ、え、聞いてないんだけど、嘘でしょ、確かに、ちょっと待って待って待って、一回待ってちょっと待って一回待ってよ、え、待ってよー、嘘でしょ、なんか確かに岩ロック早いなってちょっと思ったけど、階層をさ今何回かって数えてなかったから一瞬疑問に思ったけど、余裕で次も休憩タイムだと思ってた、マジでここで来るか、口が塞がんないわ。そうですか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 。もはやサムサムカードもそうだけどさ、防御力のやつ、
食べたくなってくるけど、そうもいかないもんね。1分、何持つか、まあ、片手剣とかの方がいいよな。やっぱり、盾あんまり今回使ってないね。もうね、ライネルに食らったらほぼ終わりだと思った方がいい、レベル。はい、お、一発目から調子がいい。片手剣ライネルだったら、まあ、怖くないっすね。言ったれば。はい、あ、ほらに？ちょっとね、急に出てきたから動揺しちゃったけど、敵ではない。私の敵ではない。よし。よしよし。ずっと、もう、その攻撃だけで大丈夫です。あ、もう壊れそうか。よし。いい。はい。武器は、この絵の剣も使っちゃっていいかな。危ない。危ない。危ない。避けれたらいいんだ。別にラッシュになんなくてもね。よし。なんか微妙にね、うまくいかないと食らったりもするんで。やだな、それ嫌い。あ、それ嫌い。結構嫌い。乗れない？乗れないか。はい、早すぎた。早すぎた。あ、ちょっと待った！余裕こいたから？ごめんなさい、余裕こいたわ。もう許してくれよ。結構持ってかれたね、やっぱり。あー、ちょっと壁際は、すまんね。困る困る。うー、危にゃい。危にゃいじゃない。危ない。よし。よしよし、こっからは、俺のターン。はい。攻撃力アップも食いてえな。でも、サブサガードとかね、なくなっちゃうよ。上書きされちゃうもんね。だからダメだね。それか、熱い武器持っとけば、とかあるかな。熱い武器普段持ってて、攻撃力アップ食べれば。で、ラッシュ決まった時だけ持ち帰れとか。まあ、そこまでする。あれもないか、別に。はい、はい。OK。はい、はい。やっぱ、これは重たいからダメかな。片手武器にした方がいい。片手武器に。はい、ちょっと待って。ちょっと待ってね。片手武器か。あんまりでももうね、強いのないんだわ。あんま減ってないな。全然減んない。びっくりするほど減んないもん。離れすぎだな。あと2秒か。どうしよう。攻撃力アップ食べるか。食べて、熱いの持ってってやってみる一回。あー、でももったいないかな。3分。てみるか。でも今後、強いやつ出てくるかな。で、武器あったかいの持つ。寒い。やっぱ寒いか。炎の矢にしてでも寒いのか。そうか。あ、いけそう。いけそう。メテオロットはマジで意味がない。マジで。あ 炎の壁ができた。はい。はい。ただ、そうだよ、攻撃力アップがね、ついてる時にどうにか。よし、危ない。 OK。 はい、来た。で、ここで騎士の剣を持って。寒い、食らっちゃう。でもラッシュ中は大丈夫。はい、持って。はい、ダメか。来い。はい、持ち替えて。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。でも全然効いてない。あれ？攻撃力アップ私食べてますよねってレベルで聞いてないんだけど。どういうことなんですかね？ どういうことなんですか？あ、来た。あれ？今あったかいの持ってないけど、なんか。寒い？今。寒い？あ、リンク寒いかい？寒いか。寒そうに見えなかったけど。寒かった？あ、これもいけんの？うまいことラッシュ。いけるな、今回。やっぱ片手剣よりでかいの持った方がまだいいか。はい、はい。でかい方持つ。でかい方持って。あんまり減ってそうに見えないが。よし、よしよし。着実には減って。あ、あ、オッケー。もうしまおう。ででん。いい作戦だったな。攻撃力アップ食べないとだいぶかかってたと思うから。
多分これが最後そう思いたい。でで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 ん、あの氷を溶かす価値ありますかね。あのどこだっけ、どこだどこだどこだ、氷あったよね。ただまあでもライネルの剣とか盾を手に入れた時点ね。あでもん、何かありそうだけど、相当いいものが手に入ってるんでね。これはなん、ん、あった、よかった、今回は当たりだ当たりだ当たりだ、早く特権ロー、もうこんぐらいで開けさせてほしい。よし来た、爆弾やか、爆弾、いやいやいや爆弾や、もう10個ぐらいになったから、ここぞという時にちゃんと使おう、一度も使わずにね終わっちゃう、そういうタイプだから、ほんと何度も言うけど自分は出し惜しんでダメなタイプだから。よしよしよし、だよね、これが多分最後の中間だと思う、思うよね、合ってるよね、うん。あでも妖精がいない、私が3匹全部使ってないからかな、妖精がいませんね。あ頭も来るんじゃない、もしかしたら、あマジか、沖の弓でしょ、結構いい武器揃ってきたよ、ライネルなんてめっちゃ強だもんね、大きな盾3本撃てちゃうからね、1本で3本、粘菌術みたいな、ホケの木、あ頭は来ないか、さすがにそうか来なかった